Hey everybody, how's it going? There's some more Smash Brothers, some more Smash Brothers going on. Gonna watch it. Gonna say things about it. Gonna talk about it. It happened earlier today. It happened at about 10:30, but I wasn't gonna get up early again. I wasn't about to do that for the third day in a row. So, no thank you, Mashed Potato Sakurai. No thank you. こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井正宏です。Hello. 空というのは、私が契約するための会社で、現状スタッフたちがいるわけでも、募集しているわけでもありません。あしからず。So it's just you?スマブラダウンロードコンテンツ第7弾マインクラフトのご紹介を行いたいと思います。これを収録しているのはお盆の頃です。日本はまだコロナウイルスの影響を強く受けており、外出自粛が叫ばれています。1日あたりの感染者数は緊急事態宣言が出された時よりも多いんですね。スマブラチームも、テレワークで開発を続けている最中です。今回の、こういった番組のためスタジオに集まるのも困難です。そこで、前回に引き続き私の自宅からお送りしたいと思います。I mean, またこうなってしまいましたね。ここにいるの私だけです。撮影スタッフも、見て笑ってくれる人もいないという寂しい。だけど今は、感染の沈静化に協力すべき時ですね。また海外の方にとっては申し訳ないですが、字幕で表示されていることと、oh, no. 吹き替えもなかなか難しい状態でして、開発時になかなか困ったのは、私自身がテスト対戦をあまり行えないことですね。スマブラ開発中は、Don't worry. My anime experience will serve me well. 対戦をし、その様子を踏まえながらバランス調整をしていたわけですが、その対戦ができなくなってしまった。Steve gonna be broken as heck, confirmed. 開発バージョンで、秘匿性のある通信対戦をできるようになり、テストプレイできるようになってきましたが、まだまだ十分な状態ではないです。テレワークで開発が困難なこともあり、今回紹介するバージョンと製品版とでは、もしかしたら大きく異なる場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では、早速参りましょう。例によって、私が操作をしながら説明をさせていただきます。カメラは製品版と異なりますのでご了承ください。これがマインクラフトの主人公スティーブです。一応手は加えているんですけども、ぱっと見原作まんまの表現です。肘膝関節を曲げるようなこともありません。四角歩き方も原作準拠です。I appreciate that immensely. 上下にスティックを傾けると、原作通りの首を上下に向けることができます。I like that. アピールでステーキ食べたりして、牛一頭から 2,3 枚しか取れないという希少部位ですけどね。他のアピールはオンライン中にやりそうなことを入れています。どうも今日はマインクラフトをやってみたいと思うんですけれどもみたいな。身体的特徴。ジャンプがとっても低いです。They made Steve teabag. 戦場などの床の高さはどんなキャラクターでも1ジャンプで乗り越えられるぐらいを想定して設計されていますが、スティーブの場合それにすら届かないです。他のキャラクターの小ジャンプを下回るぐらいの Even worse than Little Mac. だけど空中ジャンプは言うほど低くはないです。このジャンプの人に乗ってブロック生成するときにちょうどよく乗れたりするんですが、それはまた後ほど説明します。スティーブのカラーバリエーションは他2種類があります。カラーというより原作にあったコスチューム替えということになりますけれども、 Yeah, could you do that with the other characters, please? そしてこれがアレックス、もう一人の主人公です。これまた他2つのバージョンがあります。スティーブとアレックスで計6通りです。そして 7P はゾンビ、おなじみですね。原作にゾンビのスキンなどがありましたが、こちらは火に当てても燃えることはないのでご安心を。ゾンビがブロックを置くという非常にレアな光景が見られます。そして 8P カラーはエンダーマン、
可愛くなってますね。目を合わせてはいけません。エンダーマンスキンのようですが、スティーブに比べると幾分腕が細くなっていたりします。エンダーマンがエリトラで空を飛ぶという極めてレアな光景を見ることができます。I like how Sakurai is just like, yeah, you're not actually able to do this in the original game. Enderman cannot fly. We have taken liberties. スマッシュ攻撃、その他空中攻撃などで見ることができます。基本的な攻撃ですね。攻撃ボタンを押し続けると、They were added after I stopped playing for a while. Okay, so you get like the rapid swing. そのまま相手に対して連続攻撃を与えるみたいなこともできます。弱攻撃を歩きながら繰り返すというニュアンスでロックマンに近いです。そしてそのままジャンプをできると。Interesting. リーチは短いですが、序盤で牽制ダメージを与えるのに向いています。やられたら頑張ってずらしましょう。そして横スマッシュ攻撃。これはいわゆるジャバエディションのみにあるなぎ払い攻撃を行っています。リーチが短いスティーブの中では、踏み込むので範囲が広い方。また、吹っ飛ばしが強力でぜひとも当てたい技の一つです。なお、崖攻撃や起き上がり攻撃に使うのもやっぱり剣です。これは上方向の攻撃に割り当てています。原作でも木を切るような時に上を向きながら斧を使ってましたよね。 Okay, so this confirms that Steve can destroy blocks on the Minecraft stage, which is good. That's very interesting. I like that. 上空攻撃、お手玉をしたり、そのまんま上空中攻撃、そして他のものにつなぐなど、上方向に対する連続攻撃と思えば間違いないです。そしてツルハシ。採掘などにも使われるんですけれども、ダッシュ攻撃、そして、空中での前後攻撃に使われたりします。まずダッシュ攻撃、リーチの短いスティーブにとっては踏み込んで、攻撃をする技なので、リーチ的に助かります。吹っ飛ばし力も十分にあります。そして前空中攻撃、後ろ空中攻撃、だいぶ似ている技ですがちょっと特性違います。Sakurai is like GameCube controller clicking. No, he's using a pro controller, isn't he? But either way. 飛ばし威力が高いです。使い分けていきましょう。剣を振りながらジャンプをすると、剣攻撃になってしまうので、やるとしたならば、少し間を置いて放つなどしてください。I will not remember that. それぞれの道具はクラフトによって道具の強さを変えることができます。Oh, yeah, I was right.木材、石、鉄、金、ダイヤモンドと装備が強まります。クラフトについては後で説明しますね。武器や道具には耐久度があって、使いすぎるとそれぞれで壊れてしまいます。今剣が壊れましたね。Weapon durability in Smash Brothers。とても弱いです。ですが、他のいろいろな道具とは独立していまして、例えば剣が壊れても斧やツルハシは使うことができます。先に基本的な道具を使わないその他の攻撃をご紹介します。下強攻撃は、火打ち石と打ち金。その場に火の塊を置きます。火は PK ファイヤーのような性質があって、重力でちょっと落ちたりします。長い判定を生かして、例えば相手の突進を止めたり、飛び道具を防ぐこともあるかもしれません。Oh, so you can block some projectiles with it. 復帰阻止が厳しい。これ嫌ですよね、やられると。God, look at this man playing with two controllers. 上にマグマブロックを展開してすぐに回収します。素材は使えません。出現時間が長いので対空には最適です。The dexterity of this dude. ただし、月はかなりでかいので要注意。暗い放題になっちゃいますからね。また戦場のすり抜け床などを抜ける高さは持っているので、上方向の床にいる相手に対する牽制に向きます。もちろん上強攻撃などのお手玉からつなぐのも良いですね。下スマッシュ攻撃は、溶岩バケツ、左右に溶岩をぶちまけます。特徴は
攻撃が出ている時間の長さと吹っ飛ばす高さが低いこと。そのベクトルの低さから、復帰力の弱いリトルマックには非常によく効く技だと言えますね。Poor Mac。これはマグマブロック。I just noticed the background in this version of the stage is just a texture. マグマ、溶岩。どうもマグマは地中にあるもので、溶岩は地上に出たもののようですね。海外ではマグマとラーバという呼び名の違いがあると思います。下空中攻撃は金床、鉄砕を一つ使いますが、非常に強力な落下攻撃を仕掛けることができます。こんな感じです。カービィのストードよりまっすぐ直角をする技ですが、途中で離脱することもできます。そして掴みは釣り竿、範囲が広く少々の段差があっても掴めます。掴んだ相手は柵に押し込めたりして投げ後ろはそのまま釣り竿で投げ、シンプルですね。前投げと上投げはピストンを使います。前投げは低く、上投げは真上に、結構フィニッシュ力もありますね。 I mean I'm just gonna say it, this character kind of feels like a shit post and I love it. ですが鉄の素材を消費するので、鉄の素材がない場合、単純に地面にブシッとぶつけるような技になっちゃうと弱い。ただどちらの場合もコンボには向いてますね。ここからは必殺技のご紹介です。マインクラフトだから採掘やクラフトがとっても大事。ここからアレックスに切り替えて説明をします。通常必殺技は地上と作業台前と空中でそれぞれ異なる動きになります。それぞれ採掘、クラフト、そしてブロック生成です。これだけでかなりの要素がありますから、よく聞いていただければと思います。採掘は自身の目の前にある地面を掘り、素材を得ることができます。より良い素材を得るため、とにかく暇を見つけては掘ることが大事です。なお床の素材によって道具を勝手に切り替えていますね。木材だと斧こういうところだとツルハシ、こういう地面みたいなところではシャベルを使っています。 And did you code every stage for this? また壁からも採掘することが可能です。そしてその素材を掘る速さや獲得しやすい素材は床の材質によって差が出ます。例えばこれが土を掘った場合、 They did. 木を掘った場合、 Man, this man just goes so extra, don't he? 石を掘った場合、鉄を掘った場合、素材の出とかに差があるのが分かりますでしょうか。つまりこういったステージでは必然的に木材が多く取れることになります。 Imagine こういったステージでは Going back and adding like a material system for every single stage in the game. 実にマインクラフトらしい、そして It's such a bizarre feature. ファイナルファンタジーシリーズの風水師みたいな。Mm. ちなみに木材とか石とかとは関係ないこういうところ、こういうところでは砂がたくさん出ますね。こういうのは通称グレード1と呼ばれまして、その他という扱いで構成しています。 You broke your shovel, mate. ステージによって素材が異なるというと気になるのが戦場化、終点化ステージですね。戦場化や終点化を使う人はおおむねランダム要素のない戦いを好むと思うのですが、お任せ戦場などを使っていると運によって戦法が大きく変わってしまうかもしれないし、そこで戦場化、終点化ではその地形モチーフに関わらず出現素材を一定のものにしています。 Interesting. 見た目は多少違和感があるかもしれませんが、勝負優先ということであしからず。いろんな素材の中で様々な用途がある鉄はとても大事ですが、床が鉄だと掘削速度が遅いため、鉄ばかりあるステージが必ずしも有利とは限りません。他素材が枯渇しがちなので戦法を少し変える必要がありそうです。なお素材を持ちきれないほど採掘すると、素材をどんどん捨てていってしまいます。後ろから出てるやつはそうですね。こうなるともったいないので使っていった方が良いと思います。そして得た素材を道具にするのがクラフトです。スティーブやアレックスの道具には耐久度があって壊れてしまいます。攻撃にしても採掘にしても、こんな感じで。そんな時はこの作業台です。試合を始めるとその回収点に必ず1個出現しています。
そしてその作業台の目の前で必殺技ボタンを押してください。手持ちの素材で道具を使うことができます。There's just this crafting table. 耐久度が下がっていたら修繕を行うことができます。手持ちの素材の中から製作可能な道具のうち最も有効なものが作られます。優先度が低い順から木材製、石製、鉄製。Yeah, this character looks like it's going to melt my brain. 金製。So if there's eight players, there's eight crafting tables. Yep, basically. やはりダイヤモンドの剣は強力だからぜひとも欲しいわけですが、お得なことに、剣、斧、ツルハシ、シャベルのすべてを、同時に作ります。だからダイヤモンドの剣ができるときはツルハシもパワーアップするという。ツルハシは攻撃だけではなく、採掘などにも使えますから、どちらにしても非常に便利ですよね。だから、ぜひともパワーアップしていきたいところです。頑張ってダイヤを掘って、ダイヤの武器、ダイヤの道具を手に入れるというようなことが大事ですね。ちなみに、金の道具は全体的にもろくパワーもさほどではないですが、攻撃がスピードアップするというメリットがあります。Just like the real thing. なお、床素材によって素材が取れる順番というのは決まっています。実は運じゃないんですね。だからどんどん掘っていけば必ずダイヤにありつけます。ところで作業台というのはアレックス自身の攻撃でも敵の攻撃によっても壊れてしまいます。そうすると作業台がなくてとても困りますよね。ですが今出たように壊してもらってすぐに復活をします。 That's a little weird. ただそれよりも覚えておいてほしいことがあります。シールドをしながら必殺技ボタンを押す。これによっていつでも作業台を呼ぶことが可能です。 Okay, so you can just relocate it at any point. だからですね、作業台を使わせまいとしてこの作業台の前に陣取ったりすることは実はまあまあ無駄だったりします。回避しながらだと出す。 It's almost a little disappointing because I think it would be funny to see the strategies that would come from that. なお、風変わりな仕様と言えるんですけれども、他の人が出した作業台というのは他の人が使うことができます。なんかおかしいですけどね。次にブロック生成について、空中でスティックを倒さず通常必殺技を使うとブロックを生成することができます。これは道具を作るのとは逆に安い素材、簡単な素材から使われていきます。そしてボタンを押し続けたままジャンプしたり歩いたりすることで連続的に生み出すことができます。Oh, this seems so broken. かなりの技術だと思うんですけどね。特にプログラマーはお疲れ様です。Thank you, programmers. これを実践するために、全部のステージに手を入れています。ただ、ブロックは乗ったりして。Like how so though, Mr. Sakurai? Like what did they do? また、自分も相手も攻撃によってブロックを壊すことができます。頭突きなんかでも壊れるんですけどね。こんな感じで。どれぐらいで壊れるかはその素材の硬さ次第です。 Interesting. これをどのように使うのかというと、例えばですね、吹っ飛ばされた時の、フォローに使ったりとか、着地狩りをされそうになった時フェイントとして使うとか、もう完全に見せ技なんですけれども飛び道具を防いだりとか、そしてこんなこともできるかもしれないです。恐ろしい。Dreadful. Absolutely dreadful. ありえないところから地上攻撃を出したりすると、吹っ飛ばし力が高いので、不意に KO を狙えるみたいなこともあるかもしれないですね。最終的にこんなにうまく決まるものかどうかは分かりませんが、とにかくいろんな可能性がありそうに感じます。ただし、画面外の生成には制限を設けています。このピンクになっているような部分より先にはブロックを生むことができません。上方向にも制限がありますね。ここまでじゃないと見え放題になってしまうので。また画面外にほぼ近いようなところでは、ブロックがすぐに壊れることになっています。気をつけましょう。 This character is insane. 安い素材から使っていきますが、 It's just absolutely nuts. 鉄を使うのはもったいない。これ鉄です。ああもったいない。なので、ゲージをしっかり見ることが必要になります。アレックスの蓄積ダメージ表示の上にある素材ゲージに注目してください。これは入手できた素材が比率で表されています。この場合、左から土、木材、石、
鉄です。鉄だけはいろんな技で使うので、比率に関係なく8個ぐらいは、個数を確認できるようになっています。それ以上になるとゲージがフラットになります。鉄を使うと1個ずつゲージが減っています。こうやって鉄を使うと1個ずつ減っています。 Yeah, this is melting my brain. 鉄の道具のクラフトには、鉄素材が4つ必要です。金、ダイヤモンドも別枠で表示されています。これが明滅していれば装備が作れる証拠、この場合ダイヤが作れるということですね。なお、レッドストーンも掘れますが、その表示は省略されます。 Yeah, there's an airplane outside. 説明がかなり長くなりましたが、採掘、クラフト、ブロック生成をぜひ使いこなしてもらえればと思います。横必殺技はトロッコです。トロッコを生み出すためには、鉄が必要で、レールを敷くには雑素材が必要になります。素材がないとレールが敷けないので今のようになってしまうという。鉄だけのステージだとトロッコは生みやすいけれどもレールが生み出せないなんてこともあるかもしれないですね。トロッコからはいつでもジャンプで降りることができます。原作同様、坂は苦手で登りきれませんが、こんな時には加速レール、パワードレールなどとも言われますけれども、これです。最初に出たのが分かりますでしょうか。There's just so much. ストーンがあればいつでも加速レールを出すことができます。もちろんスピードが乗っていれば見切られにくいですし、威力も高いです。 There's just so many things going on here. 完全に体当たりが強い必殺技ですが、他の使い道もあります。ジャンプでトロッコから離れることができるのですが、その時に相手を巻き込むことができます。相手を巻き込んで落としてしまったり、相手をそっと巻き込んだところを追撃したり、相手の蓄積ダメージが高いほど拘束時間は増えます。いずれにせよレバガチャで早めに復帰したいところですね。上飛必殺技はエリトラです。原作ではエンダードラゴンを倒した後のお楽しみでしたね。まず最初にエリトラを展開してロケット花火に点火します。普通にやると水平に飛ぶのですが、機種はいつでも上に上げ下げすることができます。Frames. グライダーと同じなのでdropping, あんまり上の方に失速をしちゃったりしますけれどね。比較的自由度が高く飛べると思いますので、相手の復帰阻止をかわすような感じで飛んでもらえれば良いのではないかなと思います。こんな感じですね。基本的にはやっぱり崖つかまりをするような軌道で飛ぶのが基本かなと思います。 Okay, cool. The internet is pooping itself a little bit. 攻撃力についてはロケット花火点火の時のみあります。 Remember gliding and brawl? 最初の瞬ってことですね。ですからそのため、oh my God. 隙を突かれないようにしてもらえればと思います。 Sakurai, what have you done? 非常に長い距離を飛べるわけですが、後ろには全く下がれないのでご注意ください。こうなったら詰んでます。崖外で使う場合、ロケット花火が点火される前に反対側に向き直るようにしましょう。こんな感じで振り向くことができます。なお、エリトラを使うのに素材はいりません。使い放題です。回数制限や個数制限みたいなものもありません。ただ時間が経つと勝手にエリトラ外れることになっていますのでご注意ください。次に下必殺技、TNT 火薬です。 TNT 火薬は原作では火薬を使って作る贅沢品ですが、スマブラでは土や石などの雑素材を多く消費して作ることができます。爆発なんかも原作に準拠したパターンですね。もちろん爆発させるためのものですが、その爆発は超強力です。刺激を与えると爆発しやすいので気をつけましょうね。でも置くだけだとしばらく爆発しないんですね。自分が巻き込まれる可能性もあるし、そこでレッドストーン導線を敷き、重量感知板で遠くから爆発させるということができるようになります。レッドストーンを消費します。下必殺技を出すとこうレッドストーン導線を引いて、これを押すと爆発。重量感知板を真横に置いてしまうと、これ踏むと自分がダメージを受けてしまうので注意してください。またこの重量感知板というのは相手が踏むこともできます。相手を踏むことを前提に場所を設定するというのも。 It's the man who can send you into Minecraft.
それともしも両者が巻き込まれた場合、踏んだ人の方が吹っ飛びは弱くなりますから、自爆覚悟で突っ込むというのも一つの手かもしれないです。ザ・レッド・バロン、現金です。引火しやすいのでご注意。代表的な使い方はやっぱり復帰阻止ですかね。こういう風に置いとけば、まあ単純に置いとくだけでもプレッシャーにはなると思います。先頃ご紹介したトロッコで感知板を押すこともできます。 There's just so much going on with this character. そして最後の切り札はトラップルームです。 House of Boom。 原作では相手を罠にはめるために建造物を建てることがあるかもしれませんが、そういった性質のものになります。巨大ピストンを呼ぶ、吹っ飛ばす、トラップルームに閉じ込めてクリーパーが大爆発引火、そして勝利のステーキという、Victory Steak。 実にすがすがしい、引っかかったら超嬉しいみたいな攻撃です。トラップルームに閉じ込められるのは一人だけですが、ピストンで他の相手を巻き込むことはできます。できる限り複数人を巻き込むのが良いですね。It's ridiculous and I love it。 ジャストシールドで盾を構えることができます。これも原作にあった要素ですね。眠らされるとどうなるかというと、この子物持ちがいいというか、何というか、冒険の先にはベッドを持っていきたいですね。そしてカービィに座れるとどうなるのか、どうなると思います？スクエア、スクエア。まあ面白いですね。It is 四角い。マインクラフトのスピンオフとして、こんなに多くのネタを備えながらアクションを成立させているものもなかなかないだろうと思います。ぜひお楽しみいただければと思います。 Okay, you kind of deserve to toot your own horn a little bit here. マインクラフトワールドをご紹介します。原作マインクラフトにはエリアごとにバイオームと呼ばれる生物群系が存在するのですが、スマブラにはなんと6つのバイオームを備えています。試合のたびにランダムで切り替わります。まず、Footage from Super Smash Brothers Ultimate? あるところの草原です。村人が歩き農作業をしていますね。そして日が暮れるとモンスターの時間がやってきます。Oh, day night cycle, that's cool. ゾンビやスケルトンが湧きます。ここで通常ゲームでは見られない特別なカメラでお家を覗くと、ちゃんと村人ね。Sakurai just boundary breaking his own game。そして朝がやってくると、And he's like, yeah, you can't do this. Only I can do this。ちゃんと燃えます日光で。これで、村人も安心して外に出られますね。Reminds me of how they bothered to put the empty honeycombs in the Spiral Mountain stage. それによって直ちにすることができるということですね。全部壊すと平坦なステージになり、壊れた地形は試合終了まで復活しません。次に白樺の森、村人はいませんが、村人は後ろをたむろしていることがあります。ここでは木を壊すとすり抜き床が出現します。全部の木を壊すと2枚のすり抜き床が出ることになります。右と左ですね。 Yeah, there's chest and like some minecart track。 つまり亜熱帯の草原、アカシアの木が生えてますね。生え方もそれらしくなっています。手前の木は伐採して1枚のすり抜き床を出すことができます。次にタイガ、針葉樹林などが生える、やや寒い地方。ゲームでは気温を感じることはないですけどね。手前の木はまんま針葉樹の形だと遊びになりにくいので、上に乗れる程度の形状になっています。苔むした石もありますね。なお破壊可能地形の上で掘削した場合、1ブロックを破壊する前に、複数種の素材を得ることができます。1ブロックにつき1個っていうわけではないんですね。そして雪のツンドラ、永久凍土の凍結地帯ということになります。中央にイグルーがありますね。イグルーとはカナダ北部のイヌイットの人たちが狩猟先で作る鎌倉のこと。だからお家のそばには本来ない。They're not typically built close to houses。 みたいな。
Yeah, take that. 一応中身も inaccuracy。原作でイグルーを見つけたら、地下を掘ってみるといいですね。いいものあるかもしれないので。最後に、石の海岸。石が中央に盛られていますが、天井があります。ここ、頭突きで壊すこともできますね。素材は得られませんけれど。ところで、石を掘っていくとですね、不自然なところに、木とかがありますよね。これです。これ実は全てのバイオームで、素材を取れる位置を同一にしているんです。例えば石の海岸で全部壊すとこういう構成になりますが、草原ではこんな感じ。ファイターが乗る正中線の上ではいつも同じ素材構成になるようになっています。I mean, it's pretty accurate for Minecraft to spawn completely stupid blocks in completely stupid locations. 鉄がいっぱい出るということですね。もちろんマインクラフトワールドにも戦場か終点かのステージはあります。ただこちらはバイオームの差がなく方言モチーフで固定になります。 Oh, that's a little disappointing. 地形要素は変わらないですからね。昼夜はちゃんと訪れます。では一通り説明したので、実演したいと思います。今回も、特典としてのスピリッツボードが加わります。ここですね。マインクラフトの敵キャラなどを、モチーフにした代理戦闘ですが、今回のお試しはここでやってみたいと思います。いろいろいますが、今回はゾンビで。まず、普通はこの相手のパワーに応じたスピリットをセットするわけですよね。だけれども、今回はスピリットなしでいってみたいと思います。まあノービスだからこんぐらいでも十分であろうと思います。スーパーアーマーがあるようだからちょっと苦労するかもしれないですけどね。ゾンビ10匹だそうです。はい、始まりました。これはサバンナですね。アカシアの木がちょうどいいように自分を守ってくれている。 I enjoy Steve's series icon。 おっと来たな。あちちあちち、相手がスーパーアーマー持ってますからね。あんまりうかつり出ていくと大変なことになりそう。そんな時にはえい、もう一回えい、そして空中下マグマ、いや溶岩まあスピリットがないと言ってもこのぐらいならなんとかなりそうな印象はありますね。このアカシア取っておこう。なぜならトロッコを通すため。こういうの置いとこう。あーちち、どうしよう、あれ、えい、あー自分でやられてどうするという。 You done goofed, mate。 これは空中下に頼っちゃう。まだまだ鉄はいっぱいありますからね。ほい、落ちちゃって落ちないね。じゃあもう一回、あ、発射。 Ever since the astronauts went up。 まあノービスですからね、このぐらいは簡単にいきますね。でもこれだとちょっと物足りないから他のお題も行ってみましょうか。なんか両方ともスティーブってことだからコラボ感がないですしね。じゃあスライムで行ってみましょう。アレックスに変えました。いよいよちょっと強くなるので、スピリッツを装備しません。 Now he's just showing off。 ちょっと厳しい戦いになりそうですけれども、まあなんとかなるでしょう。So what I'm still not totally 原作のスライムを踏襲しているから分裂するんですね。Sure about is if Alex is an Echo Fighter or a alternate skin。 もうダメ、相手はスライムなので、原作同様ジャンプしては、上の方から攻めてくるっていうようなロジックでやってくるんですね。だから
結構、上に来て攻撃を食らう前に、他の攻撃で潰しちゃうというのは有効です。まあこんな攻撃ばっかりしてると取れ高少ないというか怒られそうなんで別のことも。アルテナティブスキン、OK、素材が欲しい。This whole Echo Fighter skin, all this stuff is it's a little arbitrary. I won't lie to you. スライムがだんだん小さくなってきました。Oh, that's a funny way of doing it. Just gradually smaller Kirby's. なかなか効きそうにないですね。じゃあこういうのでどうでしょう。高速鉄道南北線のような非常に短い往復によって。Mickey's Dick Smasher. 相手を一掃する作戦。お気に入りを置いとこう。やってくれるかもしれない。くんないな、こりゃな。よし、揃った。トラップルームです。まだですね。I love that Steve's final smash is just like a Minecraft death house. そう。はい。That's really、はい。終わりました。いい感じにまとまったんじゃないかなと思います。勝ててよかったよかったということで、スピリッツ戦についてもいろいろ楽しめるのでやってもらえればと思います。ところで通常のスピリッツボードに、再戦機能がつきましたけれども、スピリッツをつけず持ち込みアイテムもなしにすると理論上の最高スコアが得られます。受けたダメージやかかった時間というのは全く関係ないんですね。すべての敵対スピリッツを味方スピリッツを助けなしにクリアできた人っているんですかね。いたら手を挙げて。いたら世界に何人ぐらいいるんでしょうね。You can't see? よほどの超人が多数いたら、全員クリアまでのタイムアタックもできるでしょうけど、これはあらゆるゲームの中でも相当難しい部分。I don't know, man. If you play Battletoads? 選ばれし者の戦いになると思うので、私としてはお勧めしません。Play Battletoads, Mr. Sakura? 勝ち上がり乱闘での、スティーブコースももちろん用意していますので、I wonder what that will be. お楽しみくださいということで。Can y'all stop being so loud out there? God. 音楽についてお話しします。さまざまな楽曲を、備えるスマブラ SP ですが、残念ながら、原作に流れてきた曲、原作のマインクラフトの曲は諸事情で使えないことになりました。もっとも、テンションが高いゲームとしては、原作の曲をそのものを、So no original Minecraft music. けれどもね、安らいでしまうので、huh. そこで、マインクラフトアースとかマインクラフトダンジョンズなどを含む、ミニゲームやスピンオフの楽曲から厳選し、より対戦を楽しめるように、してみました。アレンジを施して提供します。I mean, I don't know. I think you could have made like one or two of them work. うち6曲がアレンジ曲です。本編のミニゲームからは、Yeah, I'm not surprised the Minecraft track list is so small. バランスよく取り揃えています。マインクラフトワールドステージには昼だけではなく夜も訪れますが、その雰囲気に合わせて曲調が変わる曲もいくつかあるのでお楽しみください。以上、マインクラフトのスピンオフとしてはこんなに具体的に原作技を使いながら戦うようなもの他にないと思います。単にファイターとしても個性ありすぎ、ネタ多すぎな山盛りマインクラフトコンテンツを I do appreciate just howIt really. Oh, that's pretty soon. I appreciate, you know, weird stuff like this getting in the game because it really does make it feel like a celebration of the entire industry. Okay, now for the Mii Fighters. I have seen exactly one of these. 毎回何らかのコラボが楽しめるお楽しみですが、今回はせっかくなので、マインクラフトゆかりのものを制作追加しています。こちらをご覧ください。okay, this is a little janky. A pig.
Huh. Alright, sure. Yup, it's him. Well, it'll have to do. Oh, it's Travis from the Travis series. That's the one I saw, by the way. No Hollow Knight for you just yet. ボンバーマンは、すでにアシストフィギュアでも客演していますが、ミーファイターで操作できるキャラクターになりました。本体のカラーはミーのイメージカラーに合わせられます。ボンバーマンだからといって爆弾技が増えるわけではないので、たまにはアイテム十文字爆弾縛り弾頭なんていかがですかね。アミーボ、次にアミーボについての話題です。この前ジョーカーと勇者のアミーボについて、ご紹介しました。スマブラではそれぞれ育てて遊ぶことができます。この放送がある頃には発売されているのではないかと思われます。今、手元にあるこれらも普通に製品版です。すると次なのですが、はい、これバンジョー&カズーイです。 Give. これは貴重なモックアップ品ですが、また自宅に送られてきてしまいました。バンジョー&カズイの立体物が今公式にこうやってですね、作られることに。 I had this amiibo up my bottom. Do not ask questions. そして実はまだまだあるんですね。はい、ベレト先生です。あれ、ベレスは、ベレスの方が人気なような気がしなくもないですけれども、基本的に 1P ファイターである、ベレトが。 I couldn't buy this be the one he shoved up his butt. 以上、アミーボのご紹介でした。あれ、誰か忘れてないっけ、誰だったかな。というわけで、テリー・ボガードを含めた3人がすでに作られています。 Even Sakurai forgets Terry. The sad, sad thing. それぞれ2021年の発売になりそうですので、気長にお待ちいただければ幸いです。スティーブも作るんですかね。もし作るとしたら、他と比べてちょっと楽そうで良いですね。そして、ファイターパス1の5人がアミーボで揃ってしまう。しかしこう考えると、ファイターパスって安いなって思ってしまいます。Or at least it would be. この中の2体分でファイター5体か6体、ステージや数多くの楽曲が楽しめてしまうという。この5体を、The presence of Byleth devalues the package by at least $10. 11体すべては遊べてしまう。Got four left. スマブラが売れ、購買層が厚いからこそできるサービスなのですが、曲もステージも込みでお得だと思います。ファイターパス数をお買い上げいただくと、残り4体のお楽しみも待っていますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。I didn't order the whole pass because I knew exactly Byleth was going to happen. 少し前の話になりますが、アップデートバージョン 8.1 についても軽く触れておきます。小戦場というステージを追加しました。ワンオンワンをするには、戦場だと少し広い、終点だと物足りない、そんな人のための追加です。戦場系で全ての楽曲から曲を選べるようにしました。ただ選曲にも及ぶ曲をオレ曲セレクトで設定するのは現実的ではないですから、都度曲選択してもらえれば幸いです。他のオレ曲セレクトで確率がゼロになっている曲はなりません。 You can select music on all battlefield stages. 通信環境の調整、ラグやマッチングが少し改善されています。しかしユーザーの通信環境次第で通信環境が良くなる以上に有効な手はないですから、Use the cord, you stupid idiot. Wi-Fi ではなく有線で繋いでほしいなと思います。実はキャラクター選択のエントリー時に LR ボタン系を除外したり、スティックを深く倒した時だけエントリーするなど、ユーザビリティの改善も少しずつなされています。
Can you make random not suck, please? 売上が2000万本を超えたそうです。すごい数ですよね。新しく始めた方も多いということになります。Random is a joke. 工夫や調整などは可能な範囲で適宜施していきたいと思います。今回もバンジョー&カズイに引き続きマイクロソフトさんにお世話になっております。原作のモヤンさんにもお世話になりました。こんなに多くのネタ感が楽しめるダウンロードコンテンツもなかなかないと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。今回もまた私の自宅からお送りしました。新型コロナウイルスの影響もありますが、日本では大雨や大暑に見舞われまして、撮影現在全国各所で40度に迫る暑さが続いています。何せよ、室内でたっぷり楽しめるゲームは、環境が厳しい時には特に助かるものです。スマブラのみならず、My family's like, you know, let's all burn and die. That'll be good.いろんなゲームを楽しんでもらえればなと思っています。以上。I mean, it's not 104 or anything, but it's still a little on the toasty side, I think. It's just the nature of where I be. Nintendo. Are they the ones who made this game?Well, yeah, it looks pretty good. It looks pretty interesting. I'm looking forward to trying Steve out in, you know, a little while. You know, not too long from now. And also, of course, looking forward to getting a haircut. I mean, you know, seeing what the next four are, but we probably got a little while before that happens. So, anyway, thanks for stopping by.Just doing a little quickie, just to, you know, chat about it a little bit. I don't know, maybe I'll be back later with an actual thing. Actual game, I don't know. Maybe I won't. The world is truly my oyster.